キングペンギンのひなを作っていきます。図案はこういった感じです。キットではもともとトートバッグに書いてありますので、図案を書き写していただく必要はございません。では早速作っていきます。こちらフリーステッチングフープ18センチ12センチどちらも使えます。フリーステッチングフープをつけてスタンドの上に置いている状態です。それではここからキングペンギンのひなを作っていきます。まず使うのはこちらキットの中に入っている毛糸で、一番大きい茶色の毛糸を使ってください。こちらでまず顔から作っていきます。毛糸の端を出して、端にマスキングテープがついてますのでこちらを外します。そしてニードルに毛糸を通していきます。フリーステッチングニードルの針先は必ず極太の替え針を使用してください。極太の替え針をフリーステッチングニードルにセットします。針の長さはこういった風に短くしたり長くしたりできるんですが、今回は一番針の長さが長い状態にセットしてください。すべての工程をこの針の長さで行います。では毛糸を通していきます。まず針先にスレダーを通します。スレダーを通して出てきたスレダーに毛糸を引っ掛けます。毛糸を引っ掛けたらそのまま引き抜きます。すると針の先から毛糸が出ます。針の横に小さな穴が開いていますので、こちらに今度はスレダーを刺していただいて、そしてスレダーに毛糸を通します。そのまま引き抜くとニードルの針の横穴から毛糸が出てきます。これでニードルに毛糸を通すことができました。ここの先の出ている糸の長さは約5センチぐらいにしてください。では刺していきます。図案の線に沿ってまずプスッと1回刺します。プスッと1回刺してそのまま引き抜いて、そして前に進みます。この時の間隔は1ミリぐらいの間隔です。そしてこの時に注意するのが、このまま針先を布の表面から離れるぐらい持ち上げてしまいますと、こうやって糸が抜けてしまい生地に穴が開いてしまいますので、針を刺して引き抜く時は必ず布の表面で留めてください。布の表面で留めてそのまま滑らすようにお隣を刺します。これを繰り返します。で図案の線に沿って丸く刺します。そして一周できたら内側に進みます。そのまま内側です。そしてぐるぐると刺せてきたら、図案の目の部分がありますので、目は避けて刺し進めてください。
隙間なく刺すことができましたら刺し終わります。刺し終わりの時は刺している部分を押さえながら糸を伸ばします。そして根元から切ります。刺し始めの糸も根元から切って大丈夫です。ではこんな感じでお顔を刺すことができました。ここで表にひっくり返します。はい、表にひっくり返すとこんな風に丸いモコモコができてますので、こちらをこのお顔部分のように丸くつるんと仕上げていきます。ハサミのこの刃を使ってちょっと押してあげると輪郭が分かりますので、この輪郭をところで押さえながらバシ、押さえながらバシ、押さえながらチョキ、こんな風に切ってあげるとつるんとした丸に仕上がります。まず周りを切ることができたら糸を掃除します。糸くずはガムテープで取っても大丈夫ですし、ハンドクリーナーなどを使うのも便利です。はい、そして表面だけループが残っている状態になっているので表面のループを切ります。表面のループを切りますとボサボサになりますので、表面のボサボサをハサミで切って整えます。こんな風にツルンとした丸が出来上がりました。これがお顔の部分になります。とうとうまたひっくり返して枠の下にスタンドを置きます。今こちらの丸顔の部分が刺せましたので、次は手を作っていきます。こういった感じの手です。毛糸はそのままこの茶色を使います。顔と同じようにプスッと刺して、まず図案の線に沿って刺し進みます。こちらも刺す間隔は1ミリの間隔で刺していってください。
これくらい毛糸が残った状態です。手が刺せました。ではこちらひっくり返して表を見てみます。こんな感じの今ループになっているので、これをループカットしてツルンとした手に仕上げます。周りなどをざっと大まかにカットするときはこちらのカーブバサミ、大きなハサミがおすすめです。先ほどのお顔と同じように歯で輪郭を押さえて輪郭を確かめながらカットしていきます。こんな風に輪郭がカットできたら、次は刃先のよく切れるカットワークバサミで表面のループをカットしていきます。はい、こんな風にカットできたら OK です。続いてこちらちょっと見えてる尻尾を作ります。尻尾は黒いのでこちらの黒色の毛糸を使います。ではほんの小さな尻尾、こちらに少しだけ書いてあります。小さな三角形がありますので、ここを埋めていきます。
はい、こんな感じです。ささやかなぐらいが可愛いです。では表に返して、尻尾をカットしていきます。いろんな角度から見て形を整えていきます。こんな感じです。ではいよいよラスト、こちらの羽の部分を作っていきます。